はい、高橋良太郎でございます。昨日ですね、亀ちゃんのですね、亀ちゃん先生ですね、亀ちゃん先生、素晴らしい方ですね。本当に亀ちゃん先生はすごいなということでですね、亀ちゃん先生ね、長い間見てますけどね、この何ですかね、まあ陰謀っていうかね、そういうの以外にもですね、別なチャンネルの動画も素晴らしいんですよね。本当に素晴らしいんですよ。まあだからね、だからまあ成功するっていうかですね、多くの支持ね、をされてる方がいてね、なんかあれがなんかたくさん売れたっていうですね、動画出てますよね。それで今回はですね、これがなんかね、やっぱ有料だからですね、有料ですよね。で、私は申し訳ないんですけど、誰にもお金払わないもう方針なんで、まあ本当にですね、自分にですね、もうまあでもこういうですことはね、長い間ですね、もう2年半以上ですね、まあもっとね、免疫とかそういうのとか、そういうのいろいろ入れたらですね、何でもですね、右脳とか左脳とかね、ずっと長い間ですね、もう16年とかですね、なんかね、本読んだりいろいろ勉強してんですけどもですね、まあ結局ですね、この人間レベルではですね、なかなかわからないわけですよね。ただ、まあ、超能力はですね、あるみたいなんですね、あるということでね、テレポーテーションもできるしですね、できると、ね、まあ、テレパシーっていうのはですね、まあ、人と人はですね、言葉で会話するのではないっていうことですね。確かにそうですね。雰囲気とかですね、そういうので分かるわけですね。嫌いな人に近づかないですよね。嫌いな人には近づかないんですけど、でも嫌いな人のことをばかりを考えるってですね、嫌いな人には近づかないくてですね、話もしたくないけれども、嫌いな人のことばかり考えるっていうですね、本当にそうなんですね。そういう風にできてんですよね。だからいろんなことですけどもですね、まああとはね、私ごときがね、喋るってもしょうがないんですけれどもですね、もう素晴らしい方がですね、もう多くいらっしゃいますのでですね、亀ちゃん先生ですね。で、私がですね、もう究極的に今のところもすごいなと思うのはですね、南アシュタールレディオですね。これですね、南アシュタールレディオさん、で、超次元ライブも面白いんですけども、超次元ライブも面白いんですけども、すっと心に入ってくるのは南 A アシュタールレディオさんなんですよね。で、今日はですね、2040さんっていう方がですね、まあ出てこられたのでですね、これはですね、これはこの方は宇宙人なのかどうなのかですね、何なのかということですね。だから、超次元ライブとか南 A アシュタールレディオさんを聞いてるとですね、これやっぱりですね、宇宙人からの話としかですね、思えないっていうことがですね、まあ私全部見ててですね、超次元ライブももう一回ちょっと見直そうと思ってるんですけどもね、まあ、宇宙人の話ね、一番最初の動画の方とかでもですね、よく出てくるんですよね。よく出てくるんですよ。それでこの間もですね、ダイアナさんって言いますよね、あの方の話とかね、こう前はですね、こうあんまりもう宇宙人っていうものにですね、興味なかったからですね、スーって飛ばしちゃってたんですけれども、今ですね、やっぱりもう認めざるを得ないなっていうところに来ててですね、もうこれはもう認めざるを得ないんですよね、あれ聞いてるとですね。で、別に私はだまされてるって言えば騙されてるけれどもですね、わからないですよ、それはね。ただはお金は払ってないんですね。よろしいですか。お金は払ってない、本も買ってないんですよ。で、本当に買おうかどうか迷ってんだけど、まだ頑固なんでね、頑固なもんですから買わないんですよ。
まあ、買うとしてもですね、まあ、メルカリとかでね、買おうかなと思いますけどね。ね、別にね、新しい本とかいらない。で、買ったからって読むかどうかもわかんないんですよね。だから本って結構そういうもんなんですよね。自分に合う本ってあるんですよね。だけど、ちょっとこれはもう意地でですね、頑固にですね、何も、とにかくお金は出さないっていう感じでですね、お金ないですしね。まあ、お金いっぱい入ってきたらね、それは何でも買いますけどね、それは買いますけどね。まあ、はい、ね、だからそういうね、話もね、いっぱい、もう、でね、お金の話とかもいっぱいね、出てるんですよね。ちょっと話があれなんですけど、2040さんってですね、誰なのかっていうことでですね、あと出てくるのはですね、笹原さんっていう方ですね、のに出てきてますね。で、ちょっとこの方もあんまりちょっとわからないのでですね、で、亀ちゃん先生がこのいろんな方名前言ってるんですけれども、申し訳ないんですけど、トランプとか言ってる人は私はもうちょっとあんまりね、もう全然、全然何も分かってないなと思うんで、もうトランプって出てきたらもうね、基本的にはですね、もう全く信用しないですね。もうこれ本音なんですよね。私も人に媚びるとかね、そういうのもう嫌なんで気持ち悪いんですよね。本当のことだけが知りたいんでね。忖度とかでもそういうことがもう本当に頭くるんだよね。敬語とかいらないんだよね、本当にね。敬語使いますけどね、場合によってね。だからちょっとスカッとしたのはメイコさんっていう方ね。メイコさんっていう方いらっしゃるんですよ。ちょっと見たんですよね。あの方はいいですよ。スカッとしますよ。本当にね。すごく優しいですしね。優しい。本当にいいなと思ったんですよ。だからね、本当に依存しないでですね。だから銀河連合とかトランプとか言ってんだって、こう全部依存ってことですよね。根源を考えればですね。だからそういうですね、トランプって言えばみんな喜ぶだろうみたいなですね。そういうですね、そういうことだよね。それでね、再生回数ね、稼いでね、お金を稼ぐってね、依存だよね。だからそういうのはね、もう絶対ね、絶対あれ、後で後悔しますよ。後からね、手のひら返したように、やっぱ違いましたとか言ってってね、長い間言ってんだからね。ね、だから、そういうね、嘘ユーチューバーね。嘘ユーチューバーね。嘘ユーチューバーね。嘘ユーチューバー消えろよってことだよね。嘘ユーチューバー消えてくれってことですよね。本当にね。ということでですね。2040さんっていうのはね、ちょっとだからもうちょっとね、探してですね、聞いてみたいんですよね。誰ですかっていうことでですね、ちょっと動画撮らさせていただきましたね。まあ、私の動画はね、まあ、再生されないですからね。別にね、何の影響、こんなの撮ったからって何の影響力もないと思いますね。ただね、別にその人を全部を否定するわけじゃないですよ。全部をトランプって言ってる人もだってね、すごいいいこといっぱい、ね、やってくれてるわけだからいいんですけど、やっぱり違うものは違うんですよね。違うものは違うんだよね。だからみんな騙されないでですね。お金払うのは勝手ですけどね。いいですよ。いいですよ。それはね。別にね、お金いっぱい持ってんだからね。持ってない人は払わないですよね。ね、ということでね。私は持ってないんで払えないのでね。払わないですよ。ということでですね。もう知りたいのは本当のことなんですよね。いかがでしょうかね。このぐらいちょっと録音させていただきました。
もちろん私が間違ってんのかもしれないし、全部騙されてんのかもしれないし、わからないですけども、亀ちゃんさんのですね、亀ちゃん先生のですね、動画、この間の良かった、トランプって出てくるので良かったんですね。それと昨日喋らせていただきましたね。はい。いかがでしょうかね。本当のことですよ。本当のことが知りたいんですよ。もう嘘つくなよっていうことね。嘘つくなよって、嘘つき YouTuber ばかりなんだよ。ね。だからね、テレビと同じなんだよ。テレビと同じね。もうそういうのはいらないんだよ。本当に。いらない。もうふざけるなってことだよね。ということで、ぜひですね、亀ちゃん先生のね、聞いていただきたいと思いますね。で、2040さんのことがね、情報があったらですね、できて教えていただけるとありがたいですね。はい、どうもすみませんでした。はい、どうもありがとうございます。はい、失礼いたします。